F3 戦闘機の開発が本格化しており、そこで IHI 製の XF9 エンジンがその卓越した性能で世界中から注目されていることをみんなは知っているかな？ロールスロイス社がタービンブレードで直面した問題を IHI がどのように解決したのかも気になるところだな。今回はそんな IHI 製の XF9 エンジンについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2035年に日本の F2 戦闘機が退役を開始するのに合わせて開発が進められている。次期戦闘機は、同じく次世代戦闘機として BAE システムズテンペストの開発を進行させていたイギリスとイタリアとの間で、それぞれの研究成果を合体させて共同開発されることが決定したよ。2022年12月9日に英日3国によるグローバル戦闘航空プログラムグローバルコンバットエアープログラム GCAP の設立が発表され、その GCAP を一元的に管理運営して各国企業の役割分担などを調整するのに必要な国際機関として、GCAP 政府間機関 GCAP インターナショナルガバメントオーガニゼーション GIGO JAIGO が2024年中にイギリスで設立される見通しとなっているんだ。防衛省では、敵国となりつつあるロシアや中国の強大な空軍力に対抗するため、それらが保有する戦闘機よりも圧倒的なハイスペックの能力を持つ戦闘機を保有することで、広大な日本の領空及び防空識別圏において航空優勢を確保する方針を立て、第6世代戦闘機に分類される国産戦闘機の開発を進めているな。日本が国内企業のみによる国産開発にこだわる理由として、これまで航空自衛隊が運用する戦闘機には純粋に国産と呼べるものがなく、F4J ファントムや F15J イーグルのほか現在調達が進められているや F35 ライトニング2など、現在はアメリカ製戦闘機を国内企業が日本製作に応じる形でライセンス生産もしくは最終組み立てを行って調達する事例ばかりだったぜ。このような状況で導入された戦闘機は、機体の能力向上やシステムのアップデートなどの近代化改修が必要となった場合にアメリカ政府の承認やし開発元であるアメリカ企業の協力が大前提であり、日本の空自が必要とする能力向上を国際情勢に合わせ自由に更新することができないんだ。また、日本が主権国家としての安全保障政策を持続させる観点から、軍事関連の技術や産業を維持育成しておくことは必須であり、あるいは冗長性の観点からも複数の機種を同時並行で運用する形をとっておくことが必要であるなどの理由から、国内技術を中核とする新戦闘機開発を実施しておかなければならないことも次期戦闘機を国産開発とした理由だったな。現在運用している F2 戦闘機も表向きは国産と謳われているが、実際そのエンジンは F2 戦闘機の原型となった F16 ファイティングファルコンに搭載されているアメリカのゼネラルエレクトリック製の F110 を IHI がライセンス生産したものだぜ。さらに F2 の機体の 40% は米国内のロッキード・マーティンの工場の生産ラインで製造された完成部品が日本に輸出されて三菱重工業が組み立てていたため、国産戦闘機であるとして胸を張って主張できるものではなかったわけだ。そこで防衛省では次期戦闘機に搭載される国産エンジン XF9 の開発を目指し、当時の防衛省技術研究本部は第一段階として IHI との共同で、運動性を要求される小型音速機用エンジンの基礎的技術資料を得ることを目的として、空自の T4 練習機に搭載するターボファンエンジン F3 を開発したよ。次に将来の次期戦闘機に搭載可能なエンジンを開発するための先進的な要素技術や、ステルス性能を実証するために開発された先進技術実証機 ADX-TX に心神に搭載する XF5IHI に開発させたんだ。この XF5 はアフターバーナーを備えたターボファン方式のジェットエンジンで推力約5トン推力重量比は 7.8 対1であり、ジェットエンジンの性能を表す指標とも言われるタービン入り口温度は1600度が計測され所定の性能を発揮して見事開発に成功したよ。防衛省の技本と IHI では XF5 の開発成功をもとにして、2010年から次期戦闘機への搭載を目的とするエンジン開発に着手したが、
その際に以下の3つのコンセプトが掲げられ、ハイパワースリムエンジンと呼ばれることになったんだ。そのコンセプトが、世界レベルのハイパワーを有し、戦闘機の高速性と高機動性に貢献する。単に大型化するだけでなく、エンジン形状をスリム化する電動化する戦闘機に対し、搭載される電子装備品に十分な電力を供給するというものだね。そうして8年の歳月をかけて完成した XF9 のプロトタイプ第1号は2018年6月に防衛装備庁に納品され、各種性能確認試験が2020年7月まで実施し、2019年4月10日には最大水力確認試験の様子が撮影された動画が公開されたってわけだな。XF9 というのはアフターバーナー付きの低バイパスターボファンエンジンであり、その最大水力は10,000kgfでアフターバーナー使用時には 15,000kgfの水力を発揮することが確認されているよ。この水力は F15 や F16 に搭載されているプラット&ホイット2製の F100 エンジンと比較しても遜色がないどころか、それ以上の性能を持っていることがわかったんだ。また、エンジン内部のファンは3段で圧縮機は6段。高圧タービンと低圧タービン各1段によって構成されており、タービン入り口の最大温度は1800度であることから F100 を上回り、また全長約 4.8 メートル入り口直径約1メートルというのは F100 よりも小さいぜ。そして、小型化されたスタータジェネレータによって 180kW 級の大容量の電力を供給することができ、水力方向制御は後部に装着されている水力変更ノズル XVN31 によって、変更角度全周20度を可能としたな。一方でアメリカの第5世代ステルス戦闘機 F22 ラプターのエンジンであるプラット&ホイット2製の F119 は最大水力 11,800kgfアフターバーナー使用時 15,900kgfタービン入り口の最大温度は1649度で XF9 よりも低く、その大きさは重量 1800kg 全長 5.16 メートル直径 120 センチメートルと XF9 よりも大きく、水力方向制御には二次元水力変更ノズルが備えられているらしい。同じく第5世代ステルスマルチロール戦闘機 F35 に1機搭載されているエンジンであるプラット&ホイット2製の F135 は、最大水力 13,000kgfアフターバーナー使用時 19,500kgfタービン入り口の最大温度1980度、重量 1701kg、全長 5.59 メートル、直径最大 117cm、燃焼機出口最高温度は1980度ということで、出力では若干劣るものの XF9 の方がよりコンパクトなことがわかるね。このように XF9 は試作段階のプロトタイプとはいえ、アメリカの第5世代ステルス戦闘機に搭載されているエンジンと比較しても遜色のない性能を発揮し、かつコンパクトってわけ。これまで西側諸国のジェットエンジンはアメリカのゼネラルエレクトリック、プラット&ホイット2、イギリスのロールスロイスの3社が君臨していて、自社ブランドの戦闘機用エンジンを持っていなかった日本の IHI が XF9 の開発に成功した背景には深い理由があるんだ。実は、それら欧米3社のジェットエンジンの部品のうち10から 20% が日本製で、高圧コンプレッサー低圧タービン燃焼機ファンケースなどの他に、タービンとコンプレッサーやファンをつなぐシャフトなどは IHI の製品が優秀とされていることから、世界でそのシェアは7割を占めているぜ。それからシャフトを支えるベアリングや炭素繊維のほか、ファンに使用されるチタンやニッケル元調合金なども日本製のものが使用されているなど、XF9 を開発できるだけの素地があったのは歴然としていたな。実際に次期戦闘機開発が3カ国共同開発となったのも、イギリスのロールスロイスが XF9 と IHI の技術や日本企業の合金製造技術に注目したためと言われているが、日本側からすれば量産化によるエンジン製造コスト低減が大きく期待できるからだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。